ドクターゴローによるワイン講座です。これまでワインとは何かということを説明してきました。今回はまずは発酵と腐敗に関することから説明します。まず酢酸菌というものがあります。これは名前の通り酢酸を作る菌です。程よい酢酸は酸味を与える上でいいですが、酢酸がありすぎると酸っぱくてワインの味が台無しになってしまいます。例えば酸素が多い条件でワインを保存してしまうと、酢酸菌が酸素を使って増えすぎて、それにより作られる酢酸も増えすぎてしまいます。こうして味が台無しになってしまうことを酸敗と言います。よくワインが酸化すると酸っぱくなると言われがちですが、酸化イコール酸っぱくなるということではありません。あくまでこの場合は酢酸が増えすぎて酸敗するということですので気をつけてください。なお、意図的に酢酸を大量に作って酸っぱくしてできたものがあのワインビネガーです。ではワインビネガーはワインが腐ったものなのでしょうか？違います。いよいよ発酵と腐敗について説明します。発酵と腐敗は本質的には同じで、どちらも微生物による分解を意味します。ですが腐敗というのは人間にとって都合の悪い微生物が増殖したり毒素を産生したりすることを意味します。人間にとって都合の悪い微生物とは、例えば病原性大腸菌や毒素性カビなどです。したがって人間にとって無毒なワインを作るには悪い微生物を排除するための衛生条件が必要です。そのためには清潔な器が必要です。こうした事情を考えると、ワインが親しまれるようになった歴史は1万年前、きれいな器が作られるようになった新石器時代から始まったということが合理的に理解できます。ワインの始まりは現在のイラクにあたるチグリス川、ユーフラテス川のあるメソポタミア文明だったそうです。メソポタミアというと中学校の地理以来聞きなじみのない言葉ですが、僕はたまたまトータルテンボスの漫才のネタで聞いたことがあります。これは完全なる余談です。この絵のようにメソポタミア文明ではワインの入った壺から藁のストローでワインを飲んでいたのでしょう。ちなみに藁は英語でストローと言います。話は違いますが、完熟したブドウを藁の上で干からびさせて余計な水分を取って糖分を凝縮させる方法で作る甘口ワインをストローワインと言います。また藁はフランス語ではパイユとも言いますから、そしてワインはフランス語でヴァンですから、フランスではヴァン・ド・パイユとも呼ばれています。以上、これまでのことをまとめますと、ワインができるためにはたった2つの条件が必要と言えます。一つは良質なブドウが育つこと、もう一つはきれいに発酵することです。前者は恵まれた自然がなせる自然条件で、後者は文明化した人間のみがなせる技術です。つまりあらゆる生物種の中で文明化した人間のみがワインという大地からの贈り物を享受できたわけです。まさに神からの酒、神酒です。ワインは何とも神がかっています。というわけでワインは聖書の中でもよく登場します。有名なのはイエスの奇跡の一つ、イエスが水をワインに変えたという話です。これは皆さんも聞いたことがあると思います。もっとも貧しい庶民は水をそのままもらった方が嬉しかったでしょうが、まあこのように紀元後にはキリスト教の布教とともにワインはヨーロッパ全土へと広がりました。ところで日本にとってのアルコールといえば日本酒ですね。そもそもアルコール飲料は糖と酵母と水さえあればできますから、糖すなわち炭水化物が含まれる穀物であれば、そこからアルコールを作ることは可能です。ですから米、トウモロコシ、サトウキビ、大麦などはアルコール飲料の原料になります。米にはデンプンという形で糖分が保存されていますので、まずデンプンを砕かなければなりません。米を噛んでいるとだんだん口の中で甘みが出てくるように、昔の人は米を噛んで唾液に含まれるアミラーゼなどの酵素ででんぷんをブドウ糖にまで分解しました。そして
くちゅくちゅ噛んだ米を唾液と一緒にペッと吐き出して集めて、米の糖分を唾液の雑菌とともに寝かせました。そうして発酵させてできたのがあの日本酒です。これがいわゆる口噛み酒です。ワインのきれいな発酵とは程遠いですが、これが立派な日本の酒文化です。日本人もなかなか噛みっていますよね。ちなみに醸造という単語のカモスという言葉はもともとは噛むから来ているらしいです。これが本当の噛み酒なのかもしれません。お後がよろしいので今回はこの辺で終わります。次回はワインの歴史などについて説明します。ご視聴ありがとうございました。この動画はソムリエやワインエキスパート試験に通用するように作っています。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。またドクターゴローの精神科講義もありますので、興味があればそちらも見てくださいね。それでは次も楽しみにしてください。ありがとうございました。